男性さんと最近対談されてましたが、対談されて何か思われましたか？男性さんとそもそも対談してるの知らなかったので。実はしたんですよ。どうでしたか、男性さん。すげえ話うまいなと思いました、ね。うまいですよね。私も動画見て思いました。なんて言ったらいいんだ。なんか時々僕知り合いでもいて、アテンドする人たちっていうか、なんかよくわかんないけど場所を作るとか、人と人をつなぐみたいな感じのことをやってて、何やってんだかわかんないんだけど、異様に顔が広くて、いろんな人と付き合いあるみたいな人たちっているじゃないですか。なんかあの中に一定割合ですげえ詐欺師みたいな話が上手い人たちがいるんですよ。この人は話のプロなんじゃないかみたいな感じの人たちが結構いて、で、ガーシーさんもちょっとそれに近い感じがあって、だから多分、ガーシーさんがすごく注目を集めたのは、暴露っていう側面もあるんですけど、単純に話術っていう側面もあるな。で、だから最近金と時間のある芸能界周辺の業界のおっさんたちの社長たちとかが、ちょっとガーシーになりたいっていう欲望を出してるっていう説があるらしいんですよ。なんかどうみんいな、う部分に憧いれやたなんんかですみんなだからそのなんか業界のことを順番に暴露していくと、あんなに注目が集められるっていうことを知ってしまったと。だからちょっと俺だったらガーシーの何百倍も知ってるぞみたいな人たちが、ちょっとうずうずしてる話聞くんですよ。だけど、その人たちが暴露ネタとしてはもっとすごいもの出しても、なんかガーシーさんほどの集客力と求心力は手に入らないんじゃないかなと思いますね。だから暴露そのものよりも、なんかああいうちょっと追い詰められた人がすごい話術を持って思いっきり感情を爆発させるみたいな話芸をやったっていうのがガーシー現象の本質なんじゃないかなっていう気がしてます。それもトーク力。ていうか、なんか、そのトークが上手いだけじゃなくて、なんかこれまでの人生の軌跡が、なんかその言葉の中に詰まってるなって、こっちが感じさせるような何かがあるっていう気がするんですよね。単純にその、話として面白いことを言える芸人さんはいますし、別にとうとうと喋れるコメンテーターとか、なんか頭いいっぽい人、そういうのたくさんいるじゃないですか。だけど、なんかあんな感じで、なんか自分が生きてきたプロセスとか、その中で、すごい苦い経験をしたことと、そこで喋ってることが一体になってるなって、聞いてる側に思い込ませる話術みたいなの持ってる人はあんまりいないのかな。だからちょっとそういうんで少し詐欺師っぽい話術なんですよ。だから、それだけ大物のね、有名人の方が信用していろんなことを任せてたってことですで、だからみんななんかそうぶち切れてるんでしょうね。よね。いや、でも私も、もし飲みに行ってる場にガーシーさんがいたら、きっと何かに巻き込まれてる気がしますもだと思います。